それに結婚後の災難をどう考えますか。結婚すればパートナーだけじゃなく親と親戚が倍になるんですよ。そしてありとあらゆるおせっかいを焼いてくるんです。特に女性の方には、やれ子供はまだかとか、仕事はいつまで続けるんだとか、人は生きて結婚生活であり死体となって出てくる。仕事がお忙しくてそれどころじゃなかったとか。必要なかったんですよ。でもパートナーがいなければ毎日の食事の面や健康管理が大変でしょ。いれば支えてくれるし仕事にも張り合いが出るじゃないですか。張り合いは一人でも出てますよ。年を取って一人で生きていけるかどうか自信が。どうせ人間はいつ死ぬか分からないんですよ。それに結婚後の災難をどう考えますか。災難。結婚すればパートナーだけじゃなく親と親戚が倍になるんですよ。それは当たり前のことです。そしてありとあらゆるおせっかいを焼いてくるんです。特に女性の方には、やれ子供はまだかとか、仕事はいつまで続けるんだとか。挙句の果ては味噌汁の味まで伝授してくるんですよ。おじさんおばさんを含めそういう輩が一生を通して追いかぶさってくるんですよ。でもいいですか、見てください。これが一つの例です。良さそうな人たちじゃないですか。写真だからですよ。実際はそうじゃない。またひどいこと言ってる。いいですか、昔こういうことを言った人がいます。アメリカの人類学者ヘレン・E・フィッシャーは、動物がつがいを作るのは子供を育てることが目的で、子供が巣立つ頃にはつがい関係が崩壊してしまうと。これを人間に当てはめると、子供が巣立って乳離れするまでが約4年、その期間だけ愛が持続するようにプログラムされてるんです。実際夫婦の離婚は4年目が一番多い。そうなんですか。ほら、教会の結婚式で牧師に永遠の愛を誓わされるでしょう。あれは逆に考えれば、過去のほとんどの愛が無様に短く崩壊してきた歴史を代弁させられてるんです。そして過去の偉人たちも皆結婚の愚かさを歌っている。例えばショーペンハウアーは、結婚とは権利を半分にして義務を倍にすることだと言っています。そしてもう一人、あれ、人は生きて結婚生活であり死体となって出てくる。それから森へ人間だけあれ、私が間違ってたかもしれません。失礼します。ちょ、え、ゆかちゃん